それじゃあ。どうや。はい、たくさん働けるし、女の子たちはいい子たちばかりだし、おおむね良好です。ただん、居心地が良すぎて、いつかここを辞める時が来るって考えるとちょっと寂しいですね。あ、ひどい。私だって感傷的になることあるんですから。ずるいな。え？真島さんはずるいです。うん、教えてあげない。どうや。はい、おかげさまで。コツコツですけど、いい感じに溜まっていってますよ。そうか。そちらもおおむね良好です。両親の仕事がこの景気で軌道になったみたいで、仕送り額減らしても大丈夫だよって。疲れちゃいました。最近勉強に身が入ってなかったから、気合い入れ直さないとな。ああ、うん、ありがとう、真島さん。あ、そうや、もちろん頼りにしてますよ。みんなのお兄ちゃんみたいな存在ですからね。悪酔いして暴れるお客さんの対応も真島さんがちょちょいと片付けちゃうし、前の店だと私の仕事だったのに出る幕ないな。なんやぞ。ええ、私腕っぷしには多少自信があるんで、ボーイの人たちよりも腕相撲強かったですから。おいおい、真島さん心配してくれるんですね。そうですよね、顔に傷がついたらこの仕事でも売り上げ稼げなくなっちゃうし。真島さん、はい、約束します。でも真島さんって不思議な人ですよね。外見はヤクザみたいに怖いのに、人を引きつける変な力がありますもん。え？そうですね、真島さんは素敵です。もしお兄ちゃんがいたらこんな感じなのかな。
え？な、何？あの、じゃあ真島さんは私のことどう思ってるの？そうやな。そっか。まあ今はそれでいいか。え？別に、こっちの話。疲れ。
いらっしゃいませ。